ごめん、急に止まるんだもん。何の用だよ。いや、その、気になるから。余計な世話だ！ほっとけ！子分は？あ？子分は、放っておけない。ざけんな！誰が子分だ！アニスだよ！この…僕が隊長で、君は、隊員だ。キュッ！理屈こねやがって！いつだったか、ナノナノがナノマシン治療で無理して倒れた時、君は啖呵切ってマイヤーズ長官を説き伏せた。ついこの間だって、ナノナノの仲間の安否がわからなかった時、一番に飛び出そうとした。どんな時でも、アニスは子分のナノナノをないがしろにしない。それと一緒だ。好きにしろ。好きにする。ある疲れた。何か飲み物でも買ってこようか。いらね。座れよ。あ、うん。おめえよ、口が回るようになったよな。そう？タクトの影響じゃねえの？え、そりゃやばいな。さらっとひでえこと言うし。あ、そっか。はあ、気が抜けちまった。イライラは収まった？ちっとはな。なら、追いかけ回した甲斐もあったかな。言ってろ。何も聞かねえのかよ。プライベートは尊重しなきゃね。アニスが喋りたくないならそれでいいと思う。誰だって人に言いたくないことくらいあるもん。なら聞きたくねえんだな。聞きたくないよ。じゃあ話す。思惑通り。うっせえ。こうでもしねえと気が収まらねえ。痛いなあ、もう。ケルビンだ。え？ケル？ケルビン・グレープ。レリック・ライダーの整備士の名前さ。ああ、そうなんだ。昔からの知り合いなの？まあな。アジート一家の元一。二番頭さ。その、話す気になったみたいだから聞いちゃうけど、さっきのココさんとのやりとりから察するに、会いたくないのかな、その人と。わからねえ。どういうこと？育ての親なんだよ。え？驚いた。
でも、なんで会うことを迷うのさ。仲悪いの？仲が悪いとかいいとか、そういう問題じゃねえんだ。俺はな、8歳の時に放り出されてるのさ。放り出されてるって、家から？ああ。8歳で？そうだよ。レリック・レイダーになんかあった時以外は、戻ることを許されてねえ。なんで？そんな無茶な。無茶じゃねえ。無茶だよ。いくらなんでも幼すぎる。なら俺を見ろ。こうして問題なく生きてんだろ。それどころか、一発の鍵、洞察力、トラベルの時の起点と大夜、何より根性だけは誰にも負ける気がしねえ。ガキの頃から半端じゃねえサバイバルを経験したおかげさ。今俺があるのはケルビンが放り出してくれたからだ。でもそれは結果論だ。ああ、そうだよ。放り出されたからこっち、ついてねえのは当たり前。ひでえ目なんぞ茶飯事。一歩間違え死んでたなんてのは、両手の指の数じゃ足りねえんだ。だからよ、あいつに感謝すりゃいいのか、あいつを恨みゃいいのか、自分にわからねえ。ケルビンの前でどんな顔してりゃいいのか見当がつかねえんだよ。ちくしょう。アニス、らしくないですね。何？リコ？おめえいつの間に？今はそんなことどうでもいいんだ。アニスさんなら言いますよね、こういう場合。なんだと？さらに、うじうじしてたって始まらねえだろ？なんてことも言いそうです。それはつこの間、リコちゃん自身が言われたばかりです。そうでしたっけ？言ってたのだ。うむ、トランスバールに上陸する諸君だな。その前にはわらわとリリーに水臭いとも言うておる。ちょっと、みんないつから？今の状況も十分に水臭いと思うがの。仰せの通りで。おおめえら聞いていやがったのか。ぜんぶひでえじゃねえか。立ち聞きなんてよ。ここはみんなの場所なのだ。たまたま聞こえてきたのですわ。こんやろ、なんで気づかなかったんだ。水の音のせいか。それもあるかもしれないが、あれほど興奮していてはの。くそ。はい、悔しがってる場合じゃありません。こういう時は耐えたりするのがアニスさん流でしょ。アジートの軌道に乗った頃ですし、シャルの準備も終わっています。格納庫に行きましょう。出発なのだ。ちょっと待て、おめえら一緒に来るつもりじゃねえだろうな。もう往生際が悪いですよ。まったくですわ。バカ言え、俺は一人で行く。ついてくんな。それは承服できん。逃げおおせるやもしれないからな。しっかり見張らんとの。おい、信用できねえってのか。アニスさん。あ、別に信用してないわけじゃありません。なら余計な世話焼くんじゃねえ。焼きます。怒鳴ってごめんなさい。でもたまには私たちを頼ってください。そうだ、仲間ではないか。不安をお一人で抱えることはありませんわ。みんなで参ろうぞ。これで怖くないのだ。別に怖いわけじゃねえ。ちょっと罰が悪いってだけだ。たく、ガン首並べてくっつろいやがって、汚ねえぞ。アニス、諦めたな。おめえまで何言い出すんだよ。だって聞かれちゃったものはもう仕方ないしさ。第一、
みんなの言う通りだもん。君は人一倍仲間意識が強い。メンバーに何かあった時は体を張って前に出てくれる頼もしい存在だ。けどその反面、仲間を取ることをほとんどしない。自分のことは自分で解決しようとする。独立心が強すぎるんじゃない？何でも一人でやってきたんだ、仕方ねえだろ。でも今は一人じゃない、うん、持ちつ持たれつ、チームワークの基本だ、うん、また理屈ばかりこねやがって。そう、君の言う通り口が回るようになったからね。はい、とにかく出発。みんな連れてって。あ、なんだ、ちょっと待って。連行するのだ。バカ、押すな。堪忍せい。待って、話せ。おとなしくなる魔法をかけましょうか。やめろ。ピリ辛アミーゴも用意してあるからな。俺は子供か。はあ、ちょっと強引すぎですかね。どうだろう。でも機嫌を取るだけつもりだったんだよね。どうしてみんなここに？ココさんですよ。え？相手はあのアミスさんですから。カズヤさん一人じゃ大変そうってことで連絡をくれたんです。ああ、そうだったんだ。あとどうせエンジェル隊全員で上陸する子になるわとも言ってました。僕たち手のひらの上で踊ってる？なんかタクトさんみたいで心強いですよね。素直に喜んでいいのな。向こうに見えるドームがアニスの家なの？アニスったら。しかし鋭い膝じゃの。風も強いです。景色も見渡す限り荒野。地平線を見るのは初めてだ。惑星全土の7割が陸地で、それもほとんどがこういった乾燥地帯です。町とかないのだ？市街地は水の湧くところにあるそうよ。へえ、詳しいね。あの、カズヤさん、ナノちゃん、カルーアさんは資料を読んでるはずなんですけど。あれ？そうですっけ。あ、思い出したのだ。人は全部で3億なのだ。そう、でも以前はもっと少なかったそうよ。記録によるとエデンが訪れる前は2億を切っていたみたい。2億？辺境にある僕の故郷でさえ20億以上なのに。アニはこんな星で8歳の時に放り出されたのか。いやあ、目に砂が入ったのだ。いつもこんなに風が強いのかい？アニスったら。うるせえ！マジに全員でついてきやがって。まだ怒ってるの？当たり前だ！やれやれ。ほら、さっさと入れ。砂が入っちまう。お邪魔します。うわあ、たく、相変わらず重てえ扉だな。そう、中広いだね。ああ、ゴミだらけなのだ。ゴミじゃねえ、スクラッ。違うのか？バラして使えるパーツは売る。使えねえもんは素材ごとにはやっぱり売り飛ばす。そうやって金にすんだよ。ほほう、そのようななりわいあるとはな。きれ、姫様が。なんじゃと？んだよ。あ、
あのそれでケルビンさんは奥にいんだろ。それじゃ呼び鈴を鳴らそうか。そんなもんねえ。おい、おいケルビン、ケルビン、いるのか、いるのか。死んだかな。おいおい、誰じゃ。え、なんでよおめえ。この人がケルビンさん。まあ、お初にお目にかかる。こんにちは、大きいのだ、お兄か。違う違う、こいつはグロッグだ。ググメダブーハ、カズヤは一度会ってんだろうが。ん、おう、お嬢じゃありやせんか。いや、グロッグさん。ありゃ、なんで白波さん、もう忘れてたんですか。はあ、思い出した、あのアステロイド隊の。そうです、そうです、アッシュです。おめえ太ったな。やっぱそう思いやす。人の3倍食ってっからそうなんだよ、このデグの棒が。あ、ちょちょちょ、それ一個なしってことで。大体なんでおめえがここにいんだ。え、いや、知っての通り兄貴もあの年じゃねえですか。一人じゃ寂しいと思いやして、時々会いに来てるんだぜ。バカー、年寄りを扱いするんじゃねえ。じゃ、ケルビンの兄貴、こここの人がケルビンさん。お初にお目にかかる。こんにちは、小さいのだ、子鬼か。おやぶん、おやぶん、この人がパパなのだ。パパじゃねえ。わらわより背が低いの。こらこら、失礼でしょ。よろしくなのだ、ナノのナノだ。おお、ナノナノちゃんか、よろしくの。え、わらわはナツメじゃ、よきに計らえ。おお、ナツメちゃんもよう来たの。あ、私はアプリコットです。リリーと申します。カルーアですわ。あの、カズヤです。なんじゃ、お前らは。その、それにお前もじゃ。アニス、何しに来た。レリックレイダーが、行かれた。どの程度じゃ。エンジンが動かねえ。そうか、で、どこにあるんじゃ。軌道上の船だ。見てやるわ。デジタクするから手伝う。ああ、ナノナノも手伝うのだ。わらわもじゃ。ジョーちゃんたちもか、悪いの。ひょっとして子供っぽいのに弱い人ですね。やっぱりお年を召していらっしゃるからかしら。そういうものか。いいね、いいね。ダメだ、落ちて、これ。へえ、でけえ船だな、おい。エンジェル隊、ただいま戻りま。お帰りなさい。ケルビンさんとグロッグさんです。ようこそルクシオールへ。艦長のココナッツミルクです。挨拶はいい。あ、さっさと用を済ませたいんじゃがな。ああ、では。艦長、
こちらが整備班の責任者クロワです。よろしく頼みます。んじゃあ早速お願いしてんですが、あのすんげえいじりっぷりを説明してもらえますかい。今後はこっちで整備を引き継ぎてんです。ケルビンさん、じゃあどの程度の時間がかかりますでしょうか。2、3日ってとこじゃな。了解しました。お部屋を用意しておきますので。ではよろしくお願いします。行きましょう。また手伝うのだ。何でも言いつけるがよいぞ。ああ、いいよいいよ、遊んどいで。それじゃあ頑張るのだ。応援しておるぞよ。おお、任せて。ナノちゃんと夏目さんがお気に入りなの？うむ、そういうことらしいのだ。シャトルの中でもお二人にお会いしてもらっていたのですが、ケルビンさん終始とっても楽しそうでた。優しいやつなのだ。うむ、ジジ様を思い出したぞ。そう、まあ面食らうよな。とにかくアニスさん含めみんなお疲れ様。これで文句ねえだろ。え？部屋に戻ってもいいか。構いません。じゃあ、あとよろしく。おいしょ。グロクさん。え？改めてご挨拶させてください。艦長のココです。あ、これはどう？突然、無理にお招きしてしまってすみませんでした。一度ちゃんとご挨拶しなければと考えていたものですから。いやいやいや、そんな。数ヶ月前あの難局を乗り切れたのはあなたの協力があったからこそ、クルー全員を代表しお礼を申し上げます。とんでもねえ、どうか頭を上げてくんなさい。たらっぱっちのことで勘弁してくださいよ。こちとら褒められるのは慣れてねえんですから。どっかで聞いセリフだ。べっぴんさんと話すのも苦手なんでさ。あら、お世辞がお上手なんですね。世辞なんてとんでもねえ。館長さんみたいな大美人見たことありやせん。いや、ほんとすげえ組ですぜ。まあ、あ、何言ってんだ。光栄ですわ。とにかく整備が終わるまでの間できる限りのことはさせてください。何かありましたら遠慮なくご連絡をいただければと思います。和也くん、通信機の使い方の説明お願いね。了解です。あとリコちゃん、いつも申し訳ないんだけど。はい、お部屋の用意ですね。やっておきます。よろしくね。では解散としましょう。いや、ああいうのカレンテンだね。独身ですよ。え、本当ですかい。まったくもう。じゃあグロックさん、この通信機なんですけど。ああ、いいです。え、課長が暇なわけはねえ。お手を煩わすなんざとんでもねえことです。適当にやってやすから。そうですか。なら館内を案内しましょうか。はい、じゃあ酒の飲めるところを教えてください。お酒？あ、ねえんですかい。コンビニで売ってはいますけど、お酒をたしめるような場所は。そうですかね。じゃあどっか居眠りのできるところをお願いします。部屋はこれから用意だからな。やっぱり展望公園。あ、お、ありました、ありました、お酒を飲めるところが。ほう。
無理言ってごめんね、ランティ。今日の仕事は終わってる、気にすんな。さて、さあさあ、いい種入ってやすぜ、お客さん。何から行きやしょう。ほうほう、これがエデン？違います違います、エデンのデンです。ほうほう、この屋台はお酒もありますから、どうぞ楽しんでください。そうですかい。じゃとりあえず一杯もらえっかな。はい、承知いたしやした。ヘイドロ。ん？変わった匂いしてやがる。米が原料の酒です。繊細にして芳醇、うまいですよ。どれ？ん？こう！いけるね。でしょ？ささ、どんどんやってください。いや、けどすまねえな。おい。ん？くー！結果！はははは。えっと、白波さん飲んでくだせよ。ああ、僕はまだ無理です、未成年ですから。なんだなんだ、勝てんですね。だっは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 。いて、いて。あっ、つけて。ありゃ、切れちまいやしたね。カズヤ。ん？厨房から酒を取ってくるから適当にやっててくれるか。わかった。すまんな。ずいぶん飲みましたね。はや、こんなにうめえ酒にはめったにお目にかかりやせんからね。ついついやりすぎちゃいました。楽しんでいただけて何よりです。このおでんってのもいけやすね。どの具にもじわっと味が染みてて、なんかちょっと懐かしい味でさ。ですよね。ほっとするっていうか、僕も大好きなんです、ランティのおでん。特にこの卵が美味しいんだよな。は、うん、うん、うーん、地味。次は何にしようかな。時に白波さん。はい。そう、お嬢はどんな感じですか。アニスですか。どんな感じっていうと。この船には全然ですか。ええ、そりゃもうすっかり。どのくらいになるんですかね。8ヶ月かな。ほ、そんなに。出ていく気はなさそうですかい。全然。半ば無理やりメンバーになりましたから、最初は嫌でましたけど、今じゃ出ていくような素振りは全く見せませんね。それどころかメンバーの中でもかなり仲間意識が強いですよ、アニスは。仲間、はあ、そうですかい。いや、よかった、ほんとよかった。無事に居場所を見つけたんですね、お嬢は。それもこんなに立派だ。グロックさん。ああ、すいません。年いくと涙もろくなっていけねえや。お待たせいたしやした。ああ、おかえり。カズヤ、リコからだ。ああ、グロックさんの部屋のだね。ありがとう。でも、なんか随分時間かかったね。いやあ、とっておきのが見つからなくてな、ちょいと探しちまったのさ。見つかった？あとも、純米大吟醸、カフカフの花。お、エデンの幻の名刺だ。めっ
ったにお目にかかれない超激レアもんだぜ。へえ。かあ、初めての酒にしようと思って取っておいたんだがな。ランティはあとちょっとで二十歳だもんね。まあいいだろう、お客様が一番だ。開けちまえ。また。あとはなんだ、どうした。開ける必要はなさそうだよ。あれまあ、だんだん大きくなってきた。アニスのことがよほど気になるんだな。そんじゃ、身たたむか。ありがとね。いいってことよ。で、このおっさんどうする。僕が部屋まで運ぶよ。ああ、大丈夫。なんとかなるでしょう。さ、グロックさん、行きますよ。お前、はいはい、僕におぶさって。なんか落ちたぞ。何よっと。ああ、写真だ。このおっさんが写ってるぜ。なら、グロッグさんのだね。僕も上着のポケットに入れて後で返しておくから。わかった。いい、入れたぜ。ありがとう。おいおい、やっぱ無理なんじゃないか。大丈夫。ランティは屋台を片付けて。そうか。それじゃあ。あ。カフカフの花よ。首の皮一枚でつながったね。なんじゃ。キリちゃん、おんぶ。ああ。兄ちゃん、ああ。あれ、ごわんごわん。うまいか。うまい、うまい。そうか。じゃ、ダメじゃぞ。このままじゃ、ケルビングレープ、しっかりしろ。このままじゃいかん。いかんのじゃ。心を鬼にしろ、ケルビ。ケルビンの旦那、大丈夫ですかい。あ、すまん。ホーケだ。どこまで説明したんじゃったかな。いや、ちょっとお休みを入れましょう。ぶっ通しですからね。茶でもしばきませんか。うん、わかった。じゃあちょいと若いのに言いつけてきます。うん。おい、コロネ、梅昆布茶とかりんとう持ってこい。はいなー。って自分でやらんかい、この相棒が。ありがとう。ソファーでいいよな。グロックさん、下ろしますよ。はあ、重かった。毛布毛布っと。よしと。そういえば、写真写真。どこだ？ん？あ、これか。うわぁ、
かなり古そうだな。ん？この赤ちゃんを抱いてる人、ケルビンさんだ。後ろはグロックさんだな。他の人は誰なんだ？あ、この赤ちゃん、まさか。へい、お嬢です。あ、起きてたんですか？え、降ろされた時に気がつきやして。は、すみません、勝手に写真見て。ええ、構いません。よっ、殺すって。そら、お嬢が1歳になった時の写真でさ。あ、そうなんですか。アニスを抱いているのはケルビンさんですよね。そうです。その両脇にいるのはひょっとして。へえ、お嬢の両親、ガラムの館とマサラの姉子です。へえ、この人たちがアニスのお父さんとお母さん。そういえばなんとなく似てるかも。それじゃあこの眼帯の人は僕と同じくらいの年かな。ああ、そいつはスケコマシのスタンレイ。女の尻ばかり追いかけてて軟弱野郎です。やっぱりアジート一家の人なんですか？そうですが、そいつは流れもんでね、ふらっと来て、ふらっと消えちまってな。でもみんなすごく幸せそうな顔してますね。ケルビンさんなんかどこが目なんだかシワなんだか。そう、その当時の兄貴はそりゃお嬢に優しかった。可愛がり方も半端じゃなくてね、当の親方や姉子よりも抱いてる時間が長かったくらいです。もう気がついたらとは思いやすが、兄貴は子供が大好きなんですよ。あは、やっぱり。それがまさかあんな鬼のようになっちまうとは。鬼？へえ。なんかあったんですか？親方と姉子が死んだんでさ。え？少し前にアニス本人から育ての親がケルビンさんであることを聞いていました。その時にもしとは思いましたけど、やっぱり亡くなってたなんて。お嬢が乗り回してる機体、あのレリックレーダーの発掘中に落盤が起きやしてね、お怪我して行っちまったんです。その時親方は今はの気は兄貴にこう言い残しやした。ケルビン、ガン、すまないが、アニスを。ああ、もちろんじゃ任せろ。立派トレジャーハンターに育てる。お前さんに負けないくらいにな。そりゃ、ありがたい。だが、トレジャーハンターである前に、人として、まっすぐ、どんなことがあっても、くじけない。そんな強い人間に育ててくれ。そしてアニスにとって本当の居場所と本当の仲間ができるまで見守ってやって、し、頼んだ。そう言って息を引き取ったんです。そしてケルビンの兄貴は鬼になっちまった。お嬢に物心がつくなれ、そりゃ厳しくしごき始めたぜ。その激しさは口では説明できやせん。味を見てわかる通り、
アジート一家にはアラカラマンが多かったんですがね。そんな奴らでさえ思わず目を覆っちまうほどでさ。そして7年が過ぎ、兄貴のしごきは頂点に達しやす。突然アジト一家を解散し、お嬢をレリックレーダーに乗せて放り出しちまいやした。身内には誰一人追うことを許さず、お嬢には誰一人頼ることを許さず、8歳にて天涯孤独の身でさ。正直いくらなんでそこまでと思いやしたね。まだまだ子供、きっとえらい苦労したでしょうに。一人になってからものすごく大変だったことは聞きました。そうですかい。でも今の自分があるのは放り出されたおかげだとも言ってます。アニスの中に感謝と遺恨の入り混じった複雑な感情があることは間違いないです。ケルビンさんに会うことをとても迷ってましたから。なるほど。まあそれも当然でしょう。ですが、ああして立派になったお嬢がいるってことは、兄貴は間違っちゃいなかった、そういうことなんでしょうね。僕たちが、いえ本人たち以外にはわからないんじゃないですか。うん、ちげえね。待って、つい話し込みやした。すいません。いえいえ、いろいろとお付き合いいただきやして申し訳ありませんでしたね。どうぞご自分の仕事に戻ってください。大丈夫ですか？何か必要なものとかは？ええ、平気です。このまま寝ちまいやさ。そうですか。では何かあったら連絡をください。この通信機の枠に触れて僕の名前を言えばつながりますから。はい、わかりやした。それでは